青魚は、濃いめ濃いが、クセノキプリス赤に分類される、中国原産の淡水魚で、中国四体化魚の一つ。和名は中国語での標準名である青魚の、訓読みによる。草魚、白蓮、国蓮と共に、中国の四体化魚と称され、食用にされる。成長すると、最大2メートル近くなる。体長、体重が大きいので、 スポーツフィッシングの対象として楽しむ人もいる。日本国内でも1.6メートルおよそ61キログラムの大型のサイズが釣られた記録がある。体色が鯉に比べ青みがかっているのでこの名があるが、中国語の青は濃紺色を指すことが多く、どちらかといえば黒い。腹部は白灰色。携帯は鯉に似るが、鯉と比べて腹部が膨らんでおらず。 背びれが小さく、腹びれが大きく、ひげはない。体長は体高の3.9倍程度と全体に細長い。背びれの軟条は7から9本、尻びれの軟条は8から10本。口は下方に伸長し、水底にある餌を吸い込むのに適している。貝類を中心とした定生生物を主食とし、食性は鯉に似る。稚魚はプランクトンを食べる。中国における別名。 地方名に、カラス青、ラオ青,青、黒、青根、ね、青棒などがある。台湾では、カラス、竜、ボラ語という。これらのうち、カラスは、黒いという意味で、棒や、ネ、ね、は、体型からの連想による。ベトナム語では、黒い恋を意味するカティアール、メートルイエヌという。ロシア語では、アムール川の黒を意味する、と呼ばれる。漢字の、青魚は、日本ではサバ。 または、イワシ類やサンマなどの魚を表す言葉で、本種の漢字表記はあまりされない。外来種なので、ブラックカープと表記されることもある。カラスゴイや黒ゴイは、日本ののゴイを指す言葉なので、カラスゴイや黒ゴイとも表記されない。中国語で、青、黒、カラスと表記されるが、は、中国では、コイや、ソウ魚を意味するが、は、日本ではビワマスを意味する。 青魚は、正式には、日本語の漢字は定まっていない。中国では、国流交渉以南の東部平原部の核河川、故障に広く分布するが、北部における数は少なく、超高水系以南の地域が主である。水中の中層、下層域に住む。アムール川を通じて、ロシアの沿海地方にも少数分布する。他に、台湾、ベトナムにも分布する。日本へは、 国連と同様に、白蓮と草魚を移入した際に混じってきた外来種と考えられている。日本では、他の産種と共に、利根川水系で繁殖しているが、数は少ない。2011年1月24日に、戸田協定場にて、体長153センチメートル、体重50キログラムのものが死んで浮いているのが、見つかった。同書では九百六十から九百七十年に、 大量発生した青コを除去するため放流した記録があるという。日比谷公園の鶴の池に体長1メートルを超える魚が生息しており、青々ではないかと推測されていたが、2009年7月6日、放映の飛び出せ。科学訓で体長1.4メートルの青々が生息している模様が紹介された。埼玉水族館の庭池には唯一ピンク色の 青を描いて、ピンクちゃんという名前で呼ばれている。アメリカ合衆国では、カタツムリ防除を目的に移入され、ミシシッピ川水系で繁殖していることが確認されている。軟体動物などの生態系への影響の懸念から、レイシー法の有害主義2007年に指定されており、生きた状態での輸送やリリースは禁止されている。ウクライナや中央アジアにも移入されていて、国会、 ドナウ川などでも発見されている。比較的早く成長し、食用として旨味もあるので、中国では、河南を中心に、創業などと同じ養殖地を使って養殖されることが多い。四大河業の中では、最も少ないが、2010年には42.4万トンが出荷された。小別では、湖北省、チャンス省、湖南省、安徽省、厚生省の順であった。 白身魚であるが味は比較的濃厚である。他の小イカの魚と同様に分岐した小骨が多いので食べる際には注意がいる。中国料理では鍋料理、煮物などの素材として使うことが多い。酵素料理の小水には青色の王に近い部分が使われることが多く、この部分の実を数微分集めて甘辛く煮つける。 真の大塩の薬膳料理に関する著書、ズイキー、飲食譜には、青魚寿司という食品が紹介されている。慣れ寿司ではなく、塩と酒かすに漬けたかす漬けである。近畿要略で、これとコエンドロ、冬青い、麦味噌は、合食菌としている。かす漬けは、現代も作られており、石膏料理やチャンス料理に使う、かす青魚缶は、青を、鱗ごと開きにして、 塩をすり込み、陰干しにした後、酒かすに4ヶ月程度漬け込んだものである。食べる際には1時間程度蒸して、柔らかくして食べるのが良いとされるが、油で焼いたり、煮たりする料理もある。肉を薬膳材料、競争薬などに利用するほか、後頭骨を中国医学では、青魚枕と炭脳を青魚炭と称して、生薬として利用する。後頭骨は蒸してから、 天日干しにする。琥珀の代用にされ、水気を平常に戻すとされる。炭は、陰干しにして保存する。清熱、青魚炭の生味は、本草項目で、苦、寒とされ、昇園、名目の紅葉がある。李氏朝鮮の東伊法館は、青魚炭と明盤を混ぜて保存し、使う際に、もぐさ草、塩、酢を加えて、アヒルの羽毛につけて、 タンを取り出す方法を載せている。ありがとうございます。